どうも、YouTube に誘導するなって日本一 TikTok で誹謗中傷されてるヒロトです。今回はネットの嘘、間違った心理学トップ3を紹介していこうと思います。これを知らないとネットのサイトとかに騙されて、せっかく、よーし、これで好きな人を振り向かせられると思ったのも束の間、逆にどんどん好感度が下がってしまう可能性があります。せっかく一人頑張って心理学を学んでるのに逆効果になってしまうのは嫌ですよね。で、なんで逆効果になってしまうのか。結論から話すと、心理学って使う状況によって全てが変わるからです。そしてこれは心理学の根本を理解していないと、状況に合わせた使い分けができなくなってしまうからです。例えるなら勉強でも間違えた問題の答えだけは覚えても類題は解けませんよね。これと同じです。表面の答えだけは覚えても本番に応用することはできません。そしてネット上だとこういった表面上のことしかわからなかったり、状況に合わせた使い分けの話までしていないケースがほとんどです。 TikTok で僕が最後まで話さず YouTube で細かく解説するのは、こういった細かい誤解を生まないようにするためです。なので今日はネットではよく言われてるけど、根本を理解してないと逆効果になってしまうものトップ3を話していこうと思います。このように僕のチャンネルでは知って終わりではなく、実際にあなたの恋愛や生活をより良いものにしていけるような動画を1日1個発信していきます。ぜひチャンネル登録と通知もオンにして、ライバルより早く情報を受け取れるようにしておいてください。では早速、よくある心理学の間違い第3位から。第3位は、〇〇をすると嫌われる。よくネットとかに〇〇したら嫌われるみたいなサイトありませんか？確かにしない方がいいことが存在するのは事実です。でもこれを鵜呑みにすると痛い目を見ます。この話は付き合う前だけでなく付き合ってからも大事な話になってきます。結論から話すと、よっぽどのことがない限りたった一つの行動で一発で嫌われることはありません。例えば LINE を送って既読無視されたとします。ああ、送った LINE の内容が悪かったんだ。こう考える人は今後も同じ過ちをします。その既読無視は積もり積もった最後の一撃に過ぎません。最後の LINE でも面倒くさいなと思われたのは事実ですが、その前にも例えば出会った時の第一印象だったり、会ってる時の対応だったり、それまでの LINE の返答などを、その都度あなたに対して嫌だなって思うことが積もりに積もった結果が最後の既読無視に過ぎません。カップルが別れるのもそうです。別れるトリガーになったのは最後の一言だったかもしれませんが、それまでにも不満があったのは間違いありません。その不満が大きくなければ最後の一言で別れることもなかったでしょう。これをネットに書いてある情報を鵜呑みにして、最後に送った LINE がこれだったからダメだったんだみたいに考えてしまうと非常に危険です。一度嫌われてしまっても、嫌われ度が小さければ1ヶ月でその記憶は消えると言われています。これを心理学用語でスリーパー効果と言います。しかし嫌われた原因が過去の至るところにあるということを無視して最後の言動にだけ目を向けていては、何度アプローチしても同じ結果になってしまいます。ぜひ相手が怒った時の自分の行動にだけ目を向けるんじゃなくて、日々相手の機嫌に目を配り分析するようにしてください。ついによくある心理学の間違い第2位。第2位は、好きな人の前では素の自分で接するように心がける。こういったことを言っているサイトをよく見かけますが、半分正解で半分間違いです。分かりやすいので受験を例に話を進めます。よく受験前に緊張してる人に、いつもの模試通り頑張ろうと思えばいいんだよみたいに励ましをする人がいますが、そもそも普段の模試の時にいつも通り頑張ろうと思って問題を解いてるのかって話です。おそらく模試の時は前の模試よりもいい点を取ろうとか A 判定狙ってやるみたいに、いつもより頑張ろうって気持ちで受けているはずです。なのに入試本番だけいつも通り頑張ろうみたいに考えちゃってる時点で、もういつも通りじゃないの分かりますか？前の模試よりもいい点数を取ろうと考えて受験を受けるのが真のいつも通りのはずです。にもかかわらず、いつも通りいつも通りと自分に言い聞かせることこそいつも通りじゃありません。こういった心理状態だから、いくらいつも通りと念じても変に緊張してうまくいかなくなってしまうんです。好きな人と話す時も同じで、自分の素で接するようにしようと言い聞かせる時点でいつも通りの自分じゃありません。普段親や友達と話してる時のあなたは素で接するようにしようって考えながら話してませんよね。じゃあどうすれば素で接するようにしようと考えなくても普段通り友達に話しかけるように好きな人にも話しかけられるのか。それがルーティーンを作ることです。ルーティーンとは習慣のことです。普段人と会話するときに特に意図して何も意識してないから、好きな人と話すときに何を意識していいかわからなくなり、その意識が普段通りの自分を演じようという意識に向かってしまうんです。だから日頃から人と話すときには一つ意識することを決め、それを好きな人と話すときにも意識するようにすれば普段通り接することができます。意識することは何でもいいんですけど、おすすめは会話の中で一つゴールを決めることを意識することです。この会話の中では相手の趣味を聞き出すことをゴールにするとか、会話が終わるまでに何も交換することをゴールにするのか、こんな感じでゴールの内容は相手や会話の内容によって変えていいので、どういう着地でこの会話を終わらせたいのかを好きな人と話す以外も意識するようにしましょう。これを日頃から癖づけておきます。そしてこれが習慣化されてきたら、好きな人と話す時にも同じようにゴールを意識するんです。すると意識がいつもの自分に向くので、いつも通りの自分で話せるようになります。さらにゴール
ールがあるので、会話の中で支離滅裂になってしまう確率も下げられます。なので好きな人と話すときはいつも通りの自分で話そうとするのではなく、日頃意識していることを意識するようにしましょう。これを今日からやってみてください。そして最後、心理学の間違い第1位、第1位は好きな人の前で心理テクニックを使う。誤解を与えたくないので最初に言いますが、心理テクニックはうまく使えば自分の要求を通したり、相手に気持ちよく会話をしてもらえる最強のスキルです。ただ多くのサイトでその心理テクニックを知ってから好きな人に使うまでの過程の話は一切していません。いいですか？心理テクニックは知ってもすぐに使っちゃダメです。言ってしまえば好きな人とのコミュニケーションは勉強でいうところの受験みたいなもんです。そう、本番なんです。好きな人の前で知ったばかりの心理テクニックをすぐに使うというのは、ぶっつけ本番で知ったことのない技を繰り出すのと同じぐらい危険です。まずは心理テクニックを知ったら友達や家族に使ってみる。そして慣れてきて息を吸うように使いこなせるようになったら好きな人にも使ってみる。この流れをまず頭に入れておいてください。そしてこれは何も心理テクニックに限って話ではありません。会話全般における話です。よく好きな人との話のネタがありません。好きな人と会話が盛り上がりません。好きな人とどうやったらデートに行けるか分かりません。こういった質問を受けることがあります。でもその人とちょっと話していれば僕は分かっちゃいます。ああ、多分好きな人だからうまくいってないわけじゃないんだなって。好きな人との会話のネタがない人は日頃友達と話している時も自分から話題を作りに行っていません。友達がたまたま話題作りが上手いから話が続いています。好きな人と会話が盛り上がらないですって人は日頃友達と話している時も自分主体で話を盛り上げようとしていません。好きな人とのデートプランが分からないって人は友達と遊びに行くときも友達頼りで自分で遊びの企画を考えていません。つまりこれらの悩みは何も相手が好きな人だからできていないわけではないんです。日頃からできていなかったことが好きな人との関わりの中で浮き彫りになっちゃっただけです。さっきも言った通り好きな人とのコミュニケーションは本番です。練習でできていないことが本番にできるはずがありません。普段の家族や友達との会話の中で話のネタの見つけ方、話の盛り上げ方、遊びの企画の立て方、このあたりは練習しておきましょう。そしてちょっとした何気ない会話でも相手を傷つけたりイラッとしてしまう人は必ず好きな人の前でもボロが出ます。好きな人との会話は日頃の会話の延長。これを頭に入れ日頃から細心の注意を払ってコミュニケーションを取るようにしましょう。大丈夫、僕も元々はコミュニケーションが下手な人でした。この話を聞いてやばいなって思ってる人の気持ちが痛いほどわかります。そんな僕でも心理学一つで変われたんです。あなたにだってきっと変われます。僕を信じてください。まとめ、ネットでよく言われてる心理学の嘘。第3位、〇〇をしたら嫌われる。第2位、好きな人の前では素の自分でいるように心がけろ。第1位、知った心理テクニックをそのまま好きな人に使え。これらを気をつけて、ぜひ今日知った内容を一つでもいいから家族や友達に使ってみてください。それではまた次の動画で会いましょう。